皆さんこんにちは、おやじです。そしてお疲れ様です。今日もですね、早速ザックマランにラジオ代わりに聞いていただければなと思っております。いつも何でもない話なんですけれども、お付き合いありがとうございます。で、早速ですがね、先日私荷物をね積んでいたら、視聴者さんにねお声掛けいただきました。まあ以前からねずっとコメントを入れてくださる視聴者さんなんですけれどもね、なかなかね私視聴者さんとねグランドするような機会がありません。で、地元の人だったらね結構私のことを知っておられる方もねいるみたいです。で、たまにねいつも見てるよみたいな感じでね声をかけていただきます。で、先日もですねいつも見てるよと言ったところでね励ましのお言葉をねいただき、私は感謝感激雨あられでございました。はい、やっぱ嬉しいですね、見てるよと声をねかけていただいたら。なんせねこんなおっさんなんでねこれがね可愛らしい女の人だったらねファンがね いっぱいつくんでしょうけれども、まあ私みたいなねもう半ばおじいさんなんでね、こんなおじいさんの動画を見ていただき本当ありがとうございます。はい、でそれとはまあ話はね違うんですけれども、今日ねうちの兄貴とね、うちの兄貴もね以前というかまあ動画の中でね言ったことあると思うんですけれども、私がトラック野郎になったらうちの兄貴の影響でもあるんですよ。うちの兄がですねトラック乗っていてね、でその影響ですわ。でその兄からねスライドしてまあ電話がかかってきたんですよ。で、まあ、どんなことかというと、まあうち兄弟でもねなかなか行ったり来たりと言ってね交流をねしないんでね、若い時にはね結構やってましたけれども、まあ今はね勝手気ままにもう自分たちの生活の中でやっているんで、あまり交流というのはないんですね。で、まあ久しぶりだなと言ったところでね、で、まあ次に出た言葉がね、俺は1週間で2回追突事故を起こしてしまったと、こういった内容の電話でした。で、まあ私もびっくりしたんですけれどもね、物損だけでね済んだようです。本人も他の人もね追突した車の方もね怪我はないと言ったところでね、まあそれは良かった。で、私の兄はね4つ上なんですよ、私よりね。なので今いくつだ、66か。まあ本来ならね年金もらう年なんですけれども、なんかね本人曰く70歳まで働いてそれから年金をもらおうと。で、繰り下げ年金というんですか、で、それをするみたいなことをね言ってたんでね、まあそれは本人がねそうであればそれでよければまあよしとまあいいんですけれどもね、それは本人のことなんでね、私がとにかく言う問題でもないけれど、まあ1週間に2回もね接触事故、まあ追突事故か
やったというんでね。そらお前、まあわしらもうじいさんの高齢者の部類なんだから、で、まあ、大きな事故でも起こして余生を刑務所で過ごすようなことがあったらなんちゅうことはないぞと、お互い気をつけようぜと、たことをね言いましたけれども、本当心配ですね。まあ、70まで無理なんじゃないかと。まあ、今度どっかでね会ったら、お前それ70までは無理なんじゃないのかと。でもう一回でも、もう一回でもなんか事故するようだったら、もうそういった仕事はするなよ。まあ、車はね生活の車がないとね生活ができないので、まあ、免許返納とまではまあ言わないかもしれないけれども、まあ、トラックの仕事はもう考えた方がいいんじゃないかと。ね、まあ本当そうですよ。で、本当大きな事故でもね、起こしたら、なんてことないんでね、本当、冒頭でも言いましたけれども、まあ先ほども言いましたけれどもね、本当、大きな死亡事故でも起こして、本当ね、年金暮らしで悠々自適なはずが、刑務所でね、刑務所で臭いまんま食いながら、余生をね、日々、反省と、ね、懺悔の日々をね、で、余生を過ごすよりは、考えた方がいいよと、いったところですよ。まあ私も62ですけれどもね、私も67までやろうかなと、まあちょっとね人生設計を立てております。もう本当ね、いつまでできるかわかんないんですけれども、で私もね日々本当ね事故をね起こさないように、少しのね物損でもねしないように本当に日々心がけております。でいつなん時ね本当まあ事故はねいつ起こるか分かんないから、まあ事故なんてね本当気をつけたいなと思っておりますけれども、言葉が出んわ。ちょっと今ね夜なんでね夜なんでね眠たいわーつ感じなんですけどもちょっとろれつが回らなくなりましたね。一杯飲んでませんよ。はい、まあ今から家に帰って一杯飲もうかなと思ってはおりますけれども、本当に皆さん日々何にもない日々平穏なことがね、何にもないことがねどんなに幸せかというのがね分かりますよ本当で。ね、日々なんかつまんない人生だなと思うかも分かりませんけれどもね、本当日々何にもない方がいいんですよ。まあ、今日は何をしようかなみたいな感じの方がね、どんなに幸せか。本当ね、大きな事故でも起こしてね、本当余生少ないのに、で自分よりね若い世代をね死なせてしまうようなことはね、絶対にあってはならない。はい。まあ、そんなところで、まあ、今日はねうちの兄貴のことを言いましたけれども、はい。まあ私がねこういった動画をね作っている、まさか弟が YouTube でこんな発信をしているなんてね夢にも思わないでしょうけれども、はい、まあ言いませんけれどもね、お前のそのお前のことをネタにして
YouTube で喋るぞなんてね、言いませんけれども。まあ、本人の許可もね、得ませんけれども。まあ、兄弟なので、その辺はまあ、許せやっちゅうことで。はい。まあ、今日は、私の兄のことを言いましたけれども。まあ、兄についてまた、もう一つ、話しますとね、うちの今話した兄はね、次男なんですよ。で、私三男なんですけどね、で、長男がいるんですね。この長男がね、二十歳そこそこの頃にね、まあ近所にね、幼馴染が住んでるんですけどもね、すぐ隣なんですけれども。で、まあその人の車に乗ってですね、で、その人もね、新面だったと思います。で、まあうちの兄がね、乗っている。まあ、他にね、4人か5人ぐらい乗ってたんかな。で、まあ、大きな事故をしましてね、まあ単独事故なんですけれども。で、運転手も、死んで。で、まあ他の方もね、同乗者も亡くなったんですけれども。で、うちの、兄、長男は、まあ、奇跡的に軽傷で助かったと言ったところでね、まあ、うちの家族もね、大変な事故に遭遇しているわけですよ。はい。そういったところでね、で、まあ、私自身もね、その、次男とね、まあ、次男が16の時から、まあ、オートバイに乗ってですね、で、私、後ろに乗ってですね、映画を見に行こうと、行ったところでね、まあ、土曜日の夜だったんですけどもね、オールナイトで、昔、オールナイトっていうのがね、あったんですよ。まあ、それはいいか。千葉真一かなんかのね、映画を、アクション映画を見に行こうと、行ったところでね、で、まあ、事故にあったんですけどもね、まあ、私も、まあ、小学校6年の時でしたけれどもね。そうやって、まあ、人生、まあ、最初で最後ですけれども、まあ、病院に運ばれましたけれども、はい。まあ、そういったところでね、まあ、うちの、そういえばね、うちの兄弟って、まあ、悪運が強いちゅうんがね、まあ、命に、関わるようなことはなかったですけれども、まあ、奇跡的にですね、助かるといったような感じでね。そういえば、弟もなんか事故でありましたけれどもね。まあ、強いて言えば、うちの男兄弟みんななんかで事故っちょります。はい。そんなところでね、ほんまだからこそ、私はこういう発信をします。本当ね、事故をやれば、本当自分だけじゃない、相手も周りの人も地獄に落ちるんだよと、したことをこれからも発信していきたいなと思っております。それでは本日の動画以上になります。ありがとうございました。